フォーミュラー E の魅力をお伝えする番組ナビゲーターの佐藤信長です。実況担当塩原恒夫です。およそ2ヶ月ぶりとなるシーズン8は第4戦第5戦のイタリアローマダブルヘッダーですからね、フォーミュラー E らしいレースが見れるんじゃないかなと思うんですけども、バンピーでダスティーで、そして狭いコースという、もうフォーミュラー E ならではの面白いレースが見れるんじゃないかなと。波乱十分ということですよね。はい、今回のフォーミュラー E では第4戦をダイジェストで振り返りたいと思います。その第4戦はポールポジションがバンドーン、そして2番手にフラインスというスタートになりましたけれども、早くもオープニングラップ鬼門のターン7、日産から移籍したローランドがモルタラに追突され、ターン7で後続を塞ぐ形でスピンしました。まあ、これでセーフティーカーが入るわけなんですが、バンドーンとフラインスのトップ争いそのままかと思いきや、なんとエヴァンスの姿がひたひたと。はい、エヴァンスは9番手スタートだったんですけども、後ろの方からタイミングを見計らったように、アタックモードを使ってどんどん追い上げてトップに上がってきました。上がってきましたね。そしてアディショナルタイム5分15秒とこれ比較的長い展開、終盤はエネルギーマネジメントで各社ペースを落とさざるを得ないというところ、エヴァンスは好調、8秒以上のリードを広げてフィニッシュチェッカーを受けました。エヴァンスは2年ぶり3回目の優勝でした。シーズン8第5戦、果たして誰が優勝するのでしょうか。